高評価しないと爆発するぞ。やったー、スーパーマリオブラザーズ買ってもらった。今日から楽しむぞ。あれ、マリオがなんか違う。スーパーマリオマイクラブラザーズって書いてる。お母さんバッタモン買ってきちゃってるよ。お母さんあるあるだね。コロコロコミック買っておいてってお願いしたらコロコロコミックエキストラ買ってきたみたいな感じだね。でもせっかく買ってきたしやるか。クリボーの代わりにゾンビ出てきたよ。でもマリオシリーズだから踏めばいいんでしょ。うわ、踏んだらゾンビになった。そして一緒に行動。ゾンビになったからってゲームオーバーじゃないんだね。いや、燃えた。ゲームオーバーだった。ゾンビは昼間燃えちゃうからね。ゾンビは踏んじゃいけないのね。よし、ゾンビを越えていくといろんなブロックが出てきたぞ。まずは手前のブロック叩いてみよう。あ、顔が潰れた。そしてゲームオーバー。これは丸石かな。丸石叩いたら痛いよね。じゃあ次にクリーパーのブロック叩いてみよう。爆発した。やっぱりか。爆発すると思ったんだけど、一度は爆発してみたいよね。このままゲームオーバー。ハテナを飛ばしてスケルトンブロック叩いてみよう。矢が出てきて刺さった。意味がわかんねえよ。そのままゲームオーバー。結局ハテナ以外は役に立たねえのかよ。じゃあハテナブロック叩いてキノコでもゲットするかって。マイクラのキノコ。これじゃあでっかくなれないよ。しかもマイクラのキノコはこれだけ持ってても何の役にも立たないよ。大きくもなれず先を進もう。あ、土管だ。入ってみよう。うわぁ、真っ暗だ。何も見えねえや。松明なんか持ってないよ。クリーパーいたよ。土管は絶対入っちゃダメだね。またハテナブロック発見。今度はいいアイテム出てくれ。あ、フラワー出てきた。これでファイヤーが投げれるぞ。クラエファイヤー。鉄板が出んのかい。パン投げても食べる村人いないから意味ないよ。なんやかんやったけどもクッパのとこまで来たぞ。うわぁ、エンダークッパ出てきた。とりあえず後ろ向いて目を合わさないでおこう。あ、テレポートした。そのままゴールできた。ボス弱すぎじゃね。これでピーチ姫を助けれるぞ。うわぁ、ピーチクリーパー出てきた。爆発した。最後バッドエンディングかい。こっ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 。高評価しないと爆発するぞ。